おお、すげえ。兄ちゃん、弟、二人やブラザーズ。はい、こんにちは、こんばんは、ユーロです。では、ブラザーズ多分チャプター3のになると思うんだが、続きからやっていこう。なんか地図を広げてたから目的地までかなり近づいてるとは思うのだが、お、なんか狩猟民族みたいな。ん？これを動かしてくれと。狩猟民族じゃない、なかったけど、なんか博士みたいな。この歯車をセットしてくれという感じかな。まずはここから上に行くと。あ、お兄ちゃんはいけないと。これ弟くんでいいのかな。なんか回せないとかそういうことになるんじゃないか。あ、とりあえずこれを回さないといけないのかな。とりあえずお兄ちゃんもバックもできるよ。運動神経パネーな、こいつら。運動神経パネ。よし。ああ、まあ意味、回しても意味ないと。あそこに入れないといけないと。ただただただだな。あれをどうやって持ってくるかか。ひょっとして2人で持ってジャンプとか、そういう無謀なことをする感じかな。どうなんだろうな。お兄ちゃんが行けたら一番いいんだけど。お兄ちゃんはこれを持ったままジャンプできないのか。放り投げるとかそんなことはできないしな。あ、そうだ、やっぱり放り投げるんだ。なんだ、いや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 、あれ、放り投げられない。さっき今放り投げられたんだけどな。いや、でも絶対そうだ。ん、なんで、なんで、なんで、なぜだ。あ、やべえ、落ちた親切だな。またくれるんだ。え、これどうやって上に持っていくんだろうか。やばいめっちゃ飛んだ。あれ、どこ行った。あ、そこにある。これどうして運ぶんだろう。あー、でも勢いつけていく感じかな。今の感じだと多分だりゃー違うかな。はや、違うな。弟くん持ってみようか。でもお兄ちゃんがいけないのに弟。あ、わかった、これで、わかったわかったわかった、これでこういうことじゃないか。これでこうやってパスみたいな今めっちゃ投げられた。今のは弟くんとか関係ない投げ方だった。
まあいい、とりあえず行けたから行こう、さっさと行こう博士のもとに。あの博士なんか物知りっぽいから。あれ、ここも行けないの、ひょっとして。あ、そうか、ここもだからパスか。っていうか弟くんが行けるってことかな、かな。違った。投げたりはできないだろう。いくらなんでも無理だろう。うわっ、めっちゃ届くね。弟くん当たりかけとるかな。なんだよ、あんだけ飛ばすことができるのかい。これは意外だったな。で、ここにはめると。で、さっきみたいに回すと。あった。ん？よし。これがまた回すのがむずいんだよな。どうやってこれ回るんだろうな。遅っ。遅くでしか回らないのかな。まあしょうがない、これが限界なんだろう。よっしゃ、おっさん上がってきたぞ。時間はかかるけど。持ち上げないといけないな。よし。ん？で、これ多分お兄ちゃんはいけないのかな。あ、いけるんか。いけるんかい。まあそりゃそうだよな。おっさんどこ行った、おっさん。え、もうこれ次の仕掛けになってる。え、おっさんはどこに行ったんだ。ああ、そこにいた。なんか知り合いか。懐かしいなみたいな、そういうことかな。大きくなったな。まかい、いやだ、それだけかい。あった。それだけだったとは予想外すぎる。あ、ここなんかベンチありそう。あ、まだか。これは連携プレイ。どういうことだ。穴に
風を送るとかそういうことかな。これこうか。この音が鳴るところで回し続けるということかな。いや、意図がわからん。意図が全然わからん。ここか。あ、ここだ。いやいやいや、そんなにノリノリの曲じゃないだろ。今のは何？今のは何？まあとりあえず喋りかけるんだろうな。なんかよくわからんけど、ラプターのあのラッパを思い出した。シチュエーションは全然違うけど。いや何もないんかい。先を急ごう。え、どっちだっけ。ん、こっちか。ん、こっちはさっき来たとこか。で、ここは変な楽器のところで、こっちか。え？どういうこと？先を急ぎたいんだけど、こっちか。お、なんか楽しそうなものがあるぞ。すげえ、なんかあの観光地にの展望台とかによくある100円入れて見るやつだ。え、何も発見しないのかな。ただの演出と見ていいのかな。あ、なんだ、拡大できるんだ。いや、これはなんかお兄ちゃんが気づくパターンじゃないか。お兄ちゃんがなんか拡大したら気づくパターン。あそこだ的な。あれ、お兄ちゃん拡大できない。できた、できた。で、お兄ちゃんが見るとなんかあったぞみたいな。何もないんかい。ただの演出かい。で、これに乗るんだ。おお、すげえ。おお。お兄ちゃんが移動して、いや、それはおおなるわ。お、あそこの穴に入るのかな。そうだな。おお、なんかすげえ。いやいやいや、当たったんかい。今の当たり判定はシビアだな。今のはいけただろう。あれ、ダメなんだ今ので。結構これむずいかも。まあでも、もう操作は分かったから。意外とここ勢いをつけていくと思いきや、やべ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 、あぶねえ。危ない危ない。よし、ここでバランスをとって、ちょい右ちょい右。
ますよしますこんな感じかおいい感じいい感じあ話しちゃった話しちゃった今話しちゃったなぜか知らないけどすごいなでもこの人たちの握力は普通無理だろ普通無理だろって感じするけどんんこっちかおこのまま塔にあーこれいけないパターンか頑張れ頑張れ君たちならいける君たちならいけるよしいったいったあれあそこじゃなかったこれわからんて目的地がわからんこれでどこだどこだどこだまだ飛べるまだ飛べるこっちだろう多分んまだ飛んでいけるどこだどこだどこだあーそこかよしここはちゃんとああそうしてくれるんだなんだおなんかこれ落としてくるんじゃないか石をさあだいぶ来たぞ結構クライマックスに近づいてるっぽいんこのロープで二人をつなぎそこかなあそういうことかなるほど無茶すんなおいお父さんを助けるためかなんという家族愛なんという家族愛どういうこと？あそこの横に行くわけでもなし。このロープをつないだ意味は、あ、こういうことか。で、これで、はい。これでどうするんだ？あ、なるほど、わかった。振り子の要領で向こうに飛ぶんだ。うわぁ、考えたな、おい。こういうことか。これだとダメなんだ。でも多分それで合ってるんだろうな。あ、ここでこうやって揺れられるんだ。なるほど。弟くん力強えな。今までなんでこの力を発揮しなかった。これはでもちょっと強引な進み方だな。こっちを離すと。すごい進み方だな、これ。で、ここもか。弟くんが離し、揺らし、あれ？で、お兄ちゃんを離し、
あ、こっちか。え、これ上にまだ行けないんだ。え？お、弟くんを持ったまま移動。そして最後のステップ。無理だろう。うん。ああ、間違えた間違えた。これがあるんだ。これがこのゲームの怖いとこ。こうか。で、よし。いったいった。OK。なんとかいった。いやいや、待って。まだ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 、よし、来た。なんか最終章っぽいんだけど、ここ登るのか。まだこれロープいるのかな。すごいな、演出がすごい。で、こっちか。ん？こっちかな。こっちか。で、まさか？これを行くってか。そういうことだな。弟くんの力パネーな、これ。よいしょ。スムーズに行きたいな。お、めっちゃスムーズ。コツをつかんだ。今のちょっとプロってたんじゃないか。で、門に着いた。あ、ここもか。結構このロープイベントあるな。先が長い。で、行って、で、どうするんだ。あ、そっか、お兄ちゃんが登るのか。で、あ、間違えた間違えた。お兄ちゃんが登って、で、弟くんが登って、こうか。よし、切った。こっちか。え、どっちだ。あっちだけど、なんかこっちも行きたくなるな。なんかベンチありそう。おお、すげえ。あったーは向こうだったけど、こっちも行けるしな。ちょっと行ってみたいな。いや、あれ、あった、あれ、これこっち登れないのかな。ここで行き止まりっていうだけのことか。なんかここで登れそうな気がしたんだけど、やっぱり登れる。よし、ん、こうか。で、この開発者もこのイベントいいなって味を占めて、結構これで乗り切る気か。アクション、アクションのバリエーションが。ん？なんか落ちそうな気がするな、板が。
ういうことか。で、こうか。紐でつながれてるっていうこの感じで、こっちか。ん？いけない。いけない。え？どこに行ったらいいんだこれ。このイベントか。よし、完全味を占めたな。よいしょ。あーでもなんか気持ちいい。どこに行ったらいいんだろう。取っかかりがない。これは史上最大だりゃー。一周回るとか、それはさすがにできないか。あれ、これどうするんだろう。こっちじゃないのかな。あ、そんなことないか。あそこから上に行けるんだ。よし、こういうことか。さあもう最終面ぐらいかな。これまだあんのかな。いけねえや。僕にいい考えあるんだお兄ちゃん。あっちに行ってみようよ。何か手がかりがあるかも。はい、じゃあこの辺りで一旦切ります。さあいよいよこの塔の中、さっき地図を見てここの塔に入る前に、あ、ここだここだみたいな感じでしてたから、もう多分ゴールかな。なんかシナリオが若干短めなのが、ネックというかもうちょっとボリュームを長くして欲しかったっていう声があったので、そんなにストーリーは長くないので多分もう終わりに近づいてるんじゃないかと思います。では向かいたいと思います。